どうも皆さん、YouTube の時間です。せっかくこの間さ、新しい部屋にさ、引っ越してきて新しい家具も買いに行ったのに、なんか全然景色が違いますよね。むしろこっちの方がいいんじゃないかってさここが良くない？なんか後ろの抜けとかもさ、久しぶりに自分の YouTube 見たらさ、このなんかブラインドをさ、こうやったらダメみたいな編集してて、モザイクみたいな。そう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 、これだったら全然こっちよくない？ちょっとおしゃれみたいな。でほら、しかもさ、この間買ったソファと一緒の真ん中の継ぎ目でさ、似てるしさ、大きさも。だったらこの間買ったソファこっち持ってきてさ、なんかさ、よくないですか、こっち後ろの棚とかいろんなくない？抜けがいいよね、なんかね。やっぱ後ろなんかこうやって抜けてた方がいいよ。後ろ緑だから開けたらさ、なんかさ、青春になっちゃって。あれか、ちょっと開けたらどうなるかな、じゃあね、あれ、あそこ。あ、まだちょっとぐらいだった。ちょっとだった、今度ちょ挑戦してみますか。挑戦急遽なんかね、まあ、借りていただいて、まあ、ここはなんか貸しスタジオみたいなところで、始めてます。ちなみに前回買った植物、あいつものスタジオに置いてあって見れないんだ今日。まさか見れないまさか見れないな。普通なんかこの間どうなってんのかみたいなね。浅いボールを作る、どんな草薙チャンネル、めっちゃ適当だよね。こんな数多くある YouTube でこんな行き当たりばったりないんじゃない？企画性がないよね。浅いポールを作る。めちゃくちゃ企画です。めちゃくちゃ企画です。これはすごいよ。いいですよ。この感じが。ゆるさにも程があるよ。ちなみに浅いポールって知ってますか？知らないっていうか、作ったことないし、買ったこともあまりないと思う。あ、じゃあ食べたことももしかしたらない。ない。なんとなくどういったものか。あ、もうなんかもう見ればね。シリアルとかフルーツみたいな。うん。ジムに通ってる方とか。トレーニングしてる人とか。アサイって何ですか？アサイはなんか果物なんですよね、多分。アサイっていうのは元々どれ？これ？それがアサイのなんか元みたいな。あ、チョコレートじゃないの？これビーツみたいな感じの、いろいろ混ぜたものをアサイボールっていうわけ。昨日なんかちょっと可愛らしいボールに。あ、それはそっちそのまんまのボールっていう意味なんだね。アサイボールだったらこれだけでいいじゃん。若い人たちの中で入ってるのがフルーツとかも入れて、うん、なんかその映え的な。じゃあ厳密に言ったらさ、アサイと他のフルーツボールみたいなことだよ。厳密に言ったら。アサイさんフルーツ、果物好きじゃないですか。大好き。作り方あるんですか？リンゴをまずいちょう切り。いちょう切り。細くしていただいて、うん、後から乗っけるってこと？そうですね、上に。ああ、でもリンゴは入ってる、それ。入ってないですけど。なるほどね。リンゴ好き。うん、リンゴ好きだよ。これ三富士だ。富士。わかりますね。さすが。わかる。やっぱ果物の中で一番ですか？リンゴ好きだけど、今ってリンゴってさ、冬に取れるもんだから。時期ではないんだよね。前取った収穫したやつを多分寝かせて取ってあったんでしょう、多分今。だからちょっとグルーヴ感が弱いよ。リンゴグルーヴが。ちょっとやっぱり寝かされてる感じがある。だけど大好きだから、それはそれで取ってくれた感謝の気持ちを込めて噛み締めてますよ。こうやって年中通して食べれる感謝だよね。このぐらいにしとこう。これ切っとこう。あー、落っちゃった。もったいない。バナナも切りますか、ちょっとね。わりかし小さめのバナナですね。フィリピン産かな、これは。結構やっぱその産地みたいなのもやっぱこだわりが。こだわるっていうか、見るだけ。別にどこどこのやつがいいとか知らないし、ただ見てるだけ。できれば国産がいいみたいな。いや、全然。あ、でも国産のフルーツは好きだね。優れてますよね。やっぱりリンゴなんかっていうのも海外と違うから、国産にこだわってますわ。国産のフルーツが好き。スイカなんかも全然違うから、海外のスイカと。海外の方から言うと、僕みたいにスイカ好きだっていうのはあんま信じられない人もいると思うよ。海外のスイカと日本のスイカって違うから。あー、うん、その味がというか、うん、そう日本のはめちゃくちゃ甘かった。美味しい。日本のフルーツが一番好き。だから日本にいてよかった。ラズベリーと、これはフランボワーズか。これ冷凍の解凍したやつだ、はい、うん、これもすごい好きなの。あ、このままアイスで食べちゃう、いつも。はいはいはい、もうちょっと解凍してみたいな、うん、ブルーベリー。これラズベリーでしょ。翔くんの歌だよね。ラズベリーオートローゼン。これから歌作ってたのかな、翔くん。眩しいみたいな配信になってる。翔くんとジューシャーが作ってる。あ、もうラズベリーなくなっちゃった。食べますか、ブラックベリーとか。食べるよ。食べます。買うの。え、
買うよ、買わない？目にいいとされてるね。食べますか？もう遅いんで多分。そんなことないよ。僕の方にはもう遅いんでとかってないと思うのよ。やらねえよ、やった方が。そうそう、そういうタイプ。諦めちゃうタイプ。ダメだよ。あーもうダメ、そういう、草薙チャンネル携わる人だとさ。アサイのブルーベリーの18倍のポリフェノールがあるんです。アサイが？ああそう、じゃあ目にいいのかもしれないな。ポリフェノールってでも何にいいの？よく言うよね、ポリフェノール。何がいいの？あれ赤ワインに入ってるから、お酒飲むんだったらさ赤ワインって言ってるじゃん。だったら赤ワイン飲むよね、目にいいんだったら。それでこれをどうするの？どれ、これに入れるってこと？でそしたらまずキウイを輪切りに分解していただいて、はい、なるほど。キウイもねいいっすよね、好きだよ。ちなみにもう夏終わります。今年はスイカとかを食べましたよ、毎日。そしたらミキサーにアサイーボウルの素をまず入れて、これは、まあ、一般的これでいいの？はい。どんな味するんだろう、これこれだけ食べてよ。初めて食べた、面白い。なんか味がこれ自体はさ、なんかいわゆるさ甘いフルーツと違うね、なんか植物って感じ。でもなんか美味しいね、甘くないけど、なんか非常に無添加な感じがして、でも目にいいかもしれない、本当に。これパワーフードだね、本当にね。ヨーグルト半分ぐらい、半分入れました。あとはそしたらミックスベリーを半分ぐらい、はい、蓋を閉めていただいて。あ、これでいいんだ、蓋閉めて。はい、蓋を閉めます。あ、あ、こういうのね。あ、俺使ったことない。あ、こういうなんだ。うわ、めっちゃ便利。おぉ、それをまず先に下に引いていただいて。なるほどね、おしゃれだね。こういうに、このぐらいでいいのかな。もう立派な朝ごはんになるわけですね、これね。はい、そしたら上から浅いをこれを、なるほどね、みんなこれ朝とか食べてんだ。あー、映えるね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 。色がいいね、なんかフルーツを好きな量だけ、はい、いいね。じゃあまずリンゴちゃん、リンゴちゃん、バナナ、ベリーの許可、映えるね、キウイ、いいね、最高じゃないですか。栄養が高そう。草薙剛、人生初のアサイボール完成、実食。試食に参りたいと思います。いただきます。どんなお味がするんでしょうかね。まあここら辺はね、言わずと知れた。パチミツかかると微妙ですね。パイナップルのままが良かったです。リンゴちゃんと、あ、アサイが入ってきました。うん、これはありです。初めてこのさっきのアサイのまんま食べた、その味じゃないアサイとブルーベリーをミキサーでかけたこのソースです。このソースが他のフルーツと絡み合って絶妙なバランスを生み出します。うん、うまいね。下のちょっと甘めなシリアルみたいなのが歯ごたえもあって、フルーツとめっちゃ合うね、やっぱね。めっちゃうまいわ。バナナなんか最高。もう一口、サクサクが入ってくると蜂蜜もかけてもいい、そういう気持ちになってきます。このアサイのソースを全部フルーツにこれ混じって食べたら美味しいよ。関根さんがそんなこと言ってた。これね、混ぜて食べると美味しい。アサイボールはじゃあどういうところで、スーパーとかで売ってるんですか？ちょっと健康志向の高いような、そういうスーパー的なとこで売ってるの？ネットとかでも買えるの？買えます。あ、買ってみようかな。めっちゃめちゃいいね、すごく健康的で。これに1時間、2時間とか並んで食べるのが最近多いかもしれない。お店で食べるとだいたい1個1700円とか。もうその高級感もいいよね。1時間半待って1700円も出して食べた時の満足感っていうか、それしかも体にいいからいいね。企画なんかすいません、私舐めてました。新居で植木とかどうなってんの、なんで今日なんでアサイなのみたいな、こ
こんな緩いのないよとか最初冒頭言ってましたが申し訳ございませんでした。とてもいい企画ですね。アサイを食べたことがなかったので私が勉強させていただきました。いやー、つよっちゃんはですね、これ感動ですよ。私もじゃあ1時間半並んでね、アサイにちょっとね、行ってみようかななんてね、そんな気分にさせてもらいました。ということで皆さん、健康第一、アサイ作ってみて、チャンネル登録よろしく。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。